出口付近上野号駅は、三重県島市磯部町上野号にある、近畿日本鉄道島線の駅である。駅番号は M87。島式ホーム一面二線を持つ、地上駅。戸場方複線、賢島方単線の行き違い可能駅である。ホーム有校長は2両。駅舎は設けられておらず、賢島寄りの踏切から直接ホームに入る形になっている。 島磯部駅を名乗っていた頃には、焦げ茶色の三角屋根が特徴的な駅舎があり、旧磯部村の象徴的な建築であった、鳥羽駅管理の無人見駅。ワンマン運転の普通列車では、ドアカットによる降車自習札が実施され、乗車位置も一箇所に限定されている。自動券売機や自動改札機は導入されておらず、乗車駅証明書発行機が設置されており、 ピタパアイコカは専用の簡易改札機による対応となっている。1960年には7人の駅員が配置されていた。開業当時は地域の中心駅で利用者が多かったが、バス発着場が狭間駅の近くに移ってからは徐々に乗降客を狭間駅に奪われ、1970年には島磯部駅の名を狭間駅に譲り、上野号駅に改称した。 2000年代後半の1日の上校人員は100人前後であった。戸橋伊勢市方面の高等学校へ通学する生徒の利用が中心であり、朝夕は賑わうが日中は静かである。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。上野郷駅の利用状況の変遷を過表に示す。妹磯辺駅を名乗っていた頃は、 南西町5カ所裏方面行きの路線バスが発着しており、駅前は乗り換え客向けにうどんやかき氷を売る店があり賑わっていた。島磯部駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。